どうも、夜の人笑いです。お願いします。お願いします。お願いします。どうもみたいな。はい、ということで今日は、以前企画でしていただいた稲山大輔さんのお店に来させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今日は稲山大輔さんのお店をお借りしてプラスこのお二方にご協力をしていただくということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。題してごはん屋さんでも会ってたら隣の席の人がめちゃくちゃ自分の悪口言ってるドッキリ。イエーイ。いかがだ。はい、はい、翔太です。よろしくお願いします。お願いします。いくです。お願いします。はい、ということで、今日はこうくんと二人でこのお店にご飯を食べに行こうというお話をしていたんですけども、その時に企画をしようと思いまして、私は遅刻をしてくるんですね、ここのお店に。こうくんが一応待ってる間に、このお二人には先にお席についていただいて、一応待ってる時に一応の悪口が横から聞こえてくるという企画でございます。で、悪口は私がいろいろ考えて遠隔でさせてもらうんで、あのこの方たちは一切何も思ってないので、そこだけはもらっておいて。私が言ってくださってだけなんで、多分本当は大好きだと思います。はい。結構なんか奇抜なこととか書いてるんです、あの言うんですけど全部嘘なので、ほんまにあの動画を盛り上げるためのエンターテイナーとして言ってるだけなんで、あの真に受け取らないでほしいです。そこはお願いします。カメラをセットしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでここにカメラ仕掛けさせていただいたんですけども、あ横に並んでちょっと激痛カップルみたいな。すいません。カメラにあの顔お二方の顔を映したいのでちょっと横に並んでいただきました。はい、ポー君はこれまで待っていただいて。あ、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前さ、友達の友達みたいなつながりでさ、夜の人笑いのイチエちゃんと飲みに行くことなってんって言ってください。まあでも、いやちょっとこの前は本当に面白い話があって。何？何友達の友達みたいな繋がりけど、最初、夜の人笑いでした。知ってる。その、一恵ちゃんって言うやん、と飲みに行くことになって。でもさ、その時なんかバリオラついてて。え、なになになに。その時に、すごい一恵ちゃんがちょっとオラついてたという。店員さんに鼻口でさ、店員さんにタメ口でさ、店結構忙しかって、それ注文したら来るの遅いやん。店もさ、すごい忙しかった。一恵ちゃんすごいもう店員さんにももうオラついてた。びっくりしたよ。注文来るの遅いやん。ほんじゃ店員呼び出して説教し始めてやん。ほんで、うん、もう店員さんを呼ぶことになって、うん、ちゃんと店員さんにすごい怒っちゃって怒っちゃった。そう。で、説教し始めて、君何年目？作業見てて腹立つねんけど、クビにしてもらった方がいいでって言い出した。作業見てて腹立つ。クビにすんだよね。すごいね。それぐらい怒っちゃって。で、店員さんがごめんなさいって言って厨房戻り際に店員さんの足引っ掛けて店員さんこかして頭から血流してた。店員さん帰るときに足引っ掛けて店員さん引っ掛けちゃって本当に。やば。やるな。本当だって。頭から血出てた。めっちゃ意外よ。そのままもう店員さんこけたときに頭から血まで流してたの。店員さんの顔見て半笑いで。悪い顔して自業自得やなって小声で言ってた。店員さんこけたや、うん、気になって一恵ちゃんの顔パッて見て、うん、一恵ちゃん半笑いでちっちゃい声で、うん、自業自得やなって。
いや、これマジやねん。嘘みたいな話やけど、これ本物の話やねん。マジやねん。めっちゃ優しいイメージ。いや、やっぱ思ってた、俺も。そうマジで？で、そっからさ、お酒飲んで、やったからか知らんけど、テキーラ頼み出してさ、で、飲みコールしますって言って、未来地図自分で歌い出して、で、愛してる、聞こえてる、聞こえた人は一気、一気って言い出して、バリテキーラ飲ましてきて。いや、ほんで、そっからさ、もう、いちえちゃんもだんだん寄ってきて、テキーラ飲むって言い出し、自分で飲みコールしますって、未来地図ってわかる？わかるよ。自分の歌いながら愛してる、聞こえてる、知ってる、知ってる、飲まされて、こっちもすいません、おしぼり持ってきて楽しかった。いや、絶対楽しいわ。めっちゃいいやん。4枚カップ宝物買って、おいや、こうくん来た。バレたと帽子かぶりだした。で、その俺も寄ってもうて、明日仕事やったから家帰りたかったんけど、スリーパーかけてきて、引き止めてきて、家この子やな、このまま息の止めるとか言い出して、俺もめっちゃくちゃ、もう次の日仕事やったし、平日でもう早く帰りたかったんやけど、うん、ベロベロやから、いちえちゃんも、うん、急にチョークスリーパーかけてきて、ちょっと息止まって、ほんとに、ほんでもう、そのまま帰るんやったら、このすぐらいの、ベロベロに、やばい。そう普通に、まあ、いちえさんの家行きたいっていうのもあったから行ってんやん。ほんじゃさ、こっからマジでヤバいねんけど、家に大量のカブトムシ買っててさ、そのまま、まあ、いちえちゃんの家行きたいっていうのも、うん、俺もあったし、うんうんうん、行ってんやん、そのまま、うんうんうん、で、こっからほんまにびっくりした話があって、いちえちゃんの家行ったら、大量のカブトムシ買ってて、ピンクレスとかめっちゃ売ってん。マジで？バリでっかいヘラクレスバリヘアもなくさくてさ、そんな趣味やったとかマジで知らんかってさ、ギャップもんやったわ。ヘラクレスとかの趣味やると思ってなかったから、部屋行った瞬間森臭くて、ギャップもんやったわ。ちょっとギャップもんやった。逆にな。そうで、もう一個思い出したことあるんやけど、おじいちゃんの家で飲むことになってさ、まあ結構飲んでんやんか。ほんじゃバリフとボンボン触ってきて、誘ってるんかなって思って、なんか危なかったから帰りますって言ったら、腕ひじぎじうじ固めされて、帰るんやったらおりますって言われて、仕方なしで飲んで、俺潰れてさ、帰るんやったらおりますって言われて、そのままおりますって言われて、やばい。そう無理必死やな。仕方なしで飲んでたら俺も潰れてもうてさ、寝てもうてんやん。ここまでされたらもうおるしかないやん。このまま飲んでて俺、うんうん、ちょっと潰れちゃってさ、うんうんうん、そのまま寝てもうてん、うんうん、寝たんや。で、起きたらさ、裸でさ、パッて上向いたら、小さも裸で俺の上のってバリ動いててん。そのままさ、寝ちゃってんけど、起きたら俺も裸で、怖っ。いちえちゃんも裸で、え、怖すぎる。ほんで、俺の上に乗っていちえちゃんがめっちゃ動いてて、やばい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 、やで、コウ君おるやん。動画ってコウ君のこと気になって動画見てんやん。バリ太っててさ、見てるだけで吐き気して、顔見ただけで食欲のせんねん、マジで。その後、気になってコウ君の動画見てんやん。で、俺その時までコウ君知らんかったけど、見たらバリ太っててそう、見ただけで食欲のせるわまあね、結構な。とりあえず見てみて、動画見てって。
今バカキモい顔してるから。とりあえず見てや、ほんまに。もうバカキモい顔してるから、ほんまに。バリブスやん。バリブスよ、それ。バリブスやん、バリブスやん。トノブ。冷やせ止まらなかったけど、ほんまにパニックなのかと思った。マジで終わらなかった。もう冷やせって思ってる。俺も冷やしてもらった。いや、あれは嘘ですよ、全部。仕掛け人です。やばっ。お前、腕ひしぎ十字固めしかない。全部考えてる。そんなんしやんし。焦るわマジで。びっくりした。やっぱりめっちゃ悪口言ってて。考えてた。いっそ考えてるよ。大輔さんですか。グルですか。味せんの一番好きやったんです。味抜いたんかと思って。味付け。味なしにしたんかと思って。味せんの。びっくりした。はい、ということで。めっちゃ焦った、ほんまに。初めてご飯屋さんで全部残して入る。え、どういうことですか。すいません、ちょっと今から食べよう。うわぁ。ほんまに。横で、他のが全部めっちゃ上の方が違って。びっくりした。面白かった。見てる分で感謝しますね。そうです。で、このお店にも協力していただいて。ありがとうございます、今回も。もうプライベートで来られへんって。どれされるかわからへん。横のお客さん毎回疑ってもよ、これから。もうないんですよ。もうないんですよ。大丈夫です。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう私が指示してるの一切思ってないのですね。言ってくれましたね、僕。本当すいませんでした。いやいや、全然。ありがとうございました。今回も協力していただいてありがとうございます。ありがとうございます。